そこ、彼が戦っている黒い機体は何だ。あれはプルーマ、厄介な無人機です。アキヒロ君、軍人さんに鉄火弾の力を見せてあげて。はあ、任せろ。アキヒロ・アルトランド、よろしく頼む。アキヒロ君、すぐに援護に向かう。無理はするなよ。分かってる、これからだってな。ミノ姉さんの予想通り、お邪魔虫が出てきたね。勝って戻るぞ。俺たちを待つ、みんなの元に。オールレンジ攻撃。データのないモビルスーツ、ティターンズの新型か。知らねえぞ、なんだあいつは。この強烈な波動は、まるで。このモビルスーツミスターだ。これは私たちの宿敵です。小隊長、ブルーマと一緒に片付けて。これ以上鉄火弾の邪魔はさせねえ。お邪魔虫の部屋玉も出てきそうだね。いろいろと聞きたいことがあるから、出てくるのに都合がいいわ。まだなのか。テレア、うわあ、当たれ。いけ。ザッ、これはこれは、なかなかのメンツが揃っているな。またガンダム、ゼータタイプか。ハーメス・マーキュリー、やっぱりあなただったのね。何者なんだ。本来はあなた方の歴史には存在しないものと思っていただいて結構だが、あなた方のたどる道、その交差点は非常に興味深い。あなた方だと？俺とシャアのことか。今度はパイロットのデータを集めてるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。今のあなたはやっぱり管理システムだ。レディ、言うの？悟られてはならない。そうだったね。撃っていいんだよな。ごめんなさい、アキヒロ君。大丈夫、みんなでこのガンダムを止めて。さて、お手並み拝見といこうか。新潟だ。ジョロジョロ君、なんだと。ますます腕を上げたな、小隊長君。周りのサポートのおかげもあるだろうがね。もっと素直に褒められないの、この陰湿赤メガネ。おかしなコードネームをつけるのは勘弁願いたいものだが。結構的確なあだ名だとは思うけどね。フリオステーブルで会った時の呼んだこの名前に反応がない。あの時の記憶は今の人格なら共有されてないの。でも管理システムに気づかれずにどうやって情報を。宇宙世紀の歴史に入り込んだポストディザスターのガンダムクローン。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して散らない鉄の花、鉄火だ。その結びつきの強さも収集すべきで。やるな、小隊長君。それにその機体もなかなかのものだ。データ更新はちゃんとやってるからね。収集してるのはあなただけじゃないってこと。それは管理システムにとっても喜ばしいことだ。頑張ってくれたまえ。まだまだ組織が出来上がっていないということか。組織という概念はないのだよ、タイド。それよりも作らねばならんものがある。この男、なんださっきからどうにも現実感を感じない。我々は本来交わることのない関係、お互い邪魔をし合うべきではない。どっちが邪魔してんだよ。私は負けていられない。邪魔。展開。このメンツ相手では厳しいか。だが必要なデータは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。うん、
あとはクッションさえブレイクアウトできれば修正完了ね。そういうわけで、アキヒロ君お疲れ様。次はモビルアーマーとの戦いだよ。鉄火団の晴れ舞台だ。無様な真似は見せらんね。ガンダムグシオンリベイクフルシティブレイクアウト成功。じゃあ私たちも。待て、彼らは一体何者だ。ユノ、君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはカラバの人間か。一年戦争のスーパーエース二人に詰め寄られてる。さくら、早く私たちもブレイクアウトして。ふう、終わった。帰ったらご飯あるかな。あんたもアトラのご飯どう？美味しいよ。ここがティタン。カラバ地上部隊ユノ・アスタルト特務総長です。クワトロ・マジーナ大佐。私は大尉だ。
ミーユは私のことを知った。あんなら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早く。さくら、目的地は？この先のシャトル発射場。キターンズの幹部が脱出しようとしてる。空に逃げる。フォー、戦っちゃいけない。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これが最高ガンダム。フォーさんは？フォー、最高ガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、ガンダム、あっちに行け。やらせはしない。こんな。